1> 第1回の今日は ANL の最新の世論調査であなたは参議院選挙で投票を判断する上で最も重視する政策は何ですかとの問いに対して26%の方が選んだ消費税率の引き上げについてです各党の主張です林さん山崎さんはいお伝えしますまずは与党自民党です 安倍総裁はリーマン・ショック級のことがない限り今年の10月に消費税率を10%へ引き上げる予定でキャッシュレス決済を行った際のポイント還元制度やプレミアム付き商品券の発行などで経済への影響を乗り越えるとしています。続いて公明,党です公明党はこの税率引き上げに際し国会議員の歳費の1割カットを訴え 食品などの税率を据え置く軽減税率を実施するとしています一方の野党ですが消費税率の引き上げに対して凍結もしくは中止を訴えています立憲民主党は消費税率の引き上げの凍結を主張金融所得課税や法人税などを見直し税の累進性を強化して公平な税制へ転換すると訴えます続いて国民民主党は 社会保障財源の確保は必要としながらも今は消費税を引き上げる時ではないと主張しています引き上げの前に先行して子育てを支援するための子ども国債を発行するとしています共産党は引き上げ中止を訴えます大企業への法人税、富裕層の所得税の引き上げやアメリカ軍への思いやり予算の廃止などで財源を確保するとしています日本維新の会は 消費税増税は凍結し議員報酬の3割カットなど身を切る姿勢を掲げ今必要なのは GDP の6割を占める民間消費を上向かせる経済政策だとしています社民党は消費税の10%への増税に反対し中止を主張所得税の累進性強化大企業への法人課税強化などで財源を確保するとしています。